はい、おっちゃんです。おっちゃんが挑むデイズゴーン。今日も頑張っていきたいと思いますと。というわけで、画面を出していきますと。クエストがね、よくわからないということで、一個一個ね、片付けていこうかなと思った次第でございます。シートシロアンさん、はい。どうもどうも、シロアンさんこんばんは。ストーリーの方のね、もうとりあえずもわちかすんながいんさん、で。もちもちすがみでございます。もちすがさんどうもこんばんは。このレオン追跡のやつね。これをまずやっていこうと。これ多分最初のバイクの人がレオンだったね。ぶち殺した人ね。頭打って。だからこのクエストをちょっと進めてみようかなと。ちょっと思いました。で、とりあえずバイクはね、拠点に置いていこうかなと。徒歩で行こうかなと。ね、途中でガソリンなくなったらちょっと大変ですからね。だからとりあえず拠点に置いた状態で、ただ拠点に置いた状態で大丈夫なのかどうかがちょっとわかんないんで、一応、新しいセーブデータ作っときましょう。バイク壊されたらね、たまったもんじゃないからね。で、結構遠いんですけど、この場所に行くというモこチとスガで。さん、それはたまったもんじゃないっすね。ね、たまったもんじゃシーないトからシロね。アンさん、おいお茶爆、お茶 X10。お茶爆ありがとうございます。ということで、なんかここで燃料があるらしいんですけども、バイクで行くのがね、ちょっと怖いんですよね。ここら辺になんか巣があるんで。ね。レイジー・ウィリーのなんか巣があるんでね。ここら辺に。なので、ここら辺を、通過して、徒歩で行ってみようかなと、思います。ただなんかこれね、ベッドの近くかバイクの近くじゃないとセーブができないんですよね。だからノーセーブで行くことになりますね、これね。ノーセーブで行くことになりますけども。役に立つな。バイクを失うよりは、バイク壊されるよりはいいかな、みたいなね。安易な考えで。あとちょっと走りたい。おっちゃんは走りたい。どちらかというと。バイクが苦手だから。さあ、というわけで、早速、来ましたね。奴らがね。早速、奴らがいましたね。うじゃうじゃいシーまトシすロアね。ンさん、バイク王で売りましょう。バイク王でね。早速うじゃうじゃいますよ。早速うじゃうじゃいるやつを、いっちゃんはスルーしていきましょう。どこまでスルーできるかな？どこまでスルーできるかな？金になる。どこまでスルーできるかな？おお、見つかってる。よいしょ。見つかってた。いきなり見つかってたね。いきなり見つかってたね。ちょっとこれは怖いよ。向こう側にもいるからね。狼もいるね。今、狼横切ってったね。
からだと、この道をずっと行かなきゃいけない。あ、やっぱバイクで来た方が良かったかな。バイクで一気に駆け抜けた方が。バイクで一気に駆け抜けた方が良かったパターンですね、これね。よいしょ。隠れるところが少ないからね。まあいいか。時間もたっぷりだしね。頑張っていきましょう。よし、ここはもう安全かな？安全っぽいんでね。夏美さん、こんばんは。あ、どうも夏美さん、こんばんは。聞いてどうする？賞金をもらえれば別にいいだろう。ああ、そりゃそうだが、ただ名前を知っておきたい。誰なんだ？夏美さん、お茶 X10。あ、お茶中ありがとうございます。1年前にここに来た。あとは知らねえな。確認するか？いや、必要ない。あの野郎を見つけたら連絡してくれ。じゃあな。はい、見つけたら連絡します。お、なんか車があるよ。車があるよ。あ、ちょっと待って、その前に。クロスボウの弾をクラフトして、これ取っておきましょうね。よいしょ。開け。スクラップだ。スクラップゲット。あ、スクラップ最大になっちゃったね。あ、取れないね。さて、こっからの道はまっすぐですね。ここまっすぐ行くと何かのクエストに行き当たる。何かのクエストに行き当たるけど、そこは一旦スルーしましょう。そこは一旦スルーしましょうね。いや、ダメだ。こっちじゃない。ここは一旦スルーして。うおー、いるねー。いるねー。何匹いる？うわ、大量にいるね。1、2、3、4。4匹？あの車の陰にいそう。大丈夫？こいつやれるね。よしと。まあ、あいつら結構ね、目が節穴なんでね。思いのほか目が節穴なんで。結構いける気がする。おっちゃんでも。結構いけそうな気がする。いけそうな気がする。ちょっと今のうちに仕留めておきたいね、こいつね。あいつと近づく前に。よし。戻っておきたいね。戻っておきたいよ。で、あの茂みに隠れられそうだから。あれ、もっといたように見えたんだけどな。もうちょいいたように見えたんですけど。気のせいっぽい？気のせいっぽい？ちょっとこの茂みに隠れて。お前の目は節穴か。OK ですね。ここがなんか怖そう。ここいっぱいいそう。ただここを通り抜けなきゃいけない。
大丈夫だね。あ、ここおっちゃんあれしたとこだ。じゃあ大丈夫だね。あの、灯油が必要なのに灯油爆発しちゃったところだ。よし、じゃああとこのトンネルを抜ければいいんだね。このトンネルをちょっと慎重に抜けていきましょう。特にないね、アイテムは。おっと、いた。いたよ。声の感じ2匹ぐらいいそう。ぐらいいそうだな。これこっち側から行けんのかな。行けないのか。あとはもう慎重に近づいて。お前の目は死ぬのか。一旦下がって様子見ましょう。もう一匹どっかに。もう一匹いるよ。取れないね。空気ゲット、布ゲット。さあ、あと一匹はどこだ。大丈夫っぽいね。スルーできたね。よし。スルーできたよ。このまま行くと、あのすごい大量にいたところに出るわけですね。大量にいたところ。あそこをやり過ごして先に進むと。という感じですね。できれば争いはできるだけ避けたい。おっちゃん的には怖いからね。怖いの嫌だからね。うーわー、いっぱいおるよ。ここらの巣を早く片付けねえとな。いっぱいいるよ。ああ、後ろ側いるね。あいつ危ないね。油断すると危ないパターンのやつだね。この茂みで、とりあえず。できれば静かに仕留めていきたい。静かに仕留めていきたい。
ちょっと待って、ちょっと待って、向こう側にいたじゃん。向こう側にいたじゃん。ちょっと待って。ダメダメ、こういうね、遠くにいるやつが危ないんですよね。予想外なとこで気づかれて、仲間呼ばれちゃう可能性があるから。こういうやつを仕留めていかないと、届きそうもないな。でもこれは思い切って、敷地に入って、切る。そして、ついでにこいつも、こっち向くなよ、こっち向くなよ。よし。よしと。見つかってない、見つかってない。大丈夫、大丈夫。よし。と。まずは、周辺のやつを、確実に殺していきたい。あそこ2匹が嫌だな、2匹が。2匹が嫌だね。離れてくれるといいんだけどね。離れろ、離れろ。こっちからも1匹来てるよ。こっち最初だね。こっち最初だね。こっち最初だね。よいしょ。この茂みはあまり隠れられなかった。ちょっと近づきすぎたかな。うわ、あそこにいる、あそこにいる、あそこにいるよ。違うわ、大丈夫ね。こっちに来てるね。こいつをやっときたいね。あー、こっちが最初だね。周りにいませんか？あ、声がするよ。向こう側のやつか。なんかここら辺にいそうな声がする。気のせいかな？いそうな声はするんだけど。とりあえず、痛い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 。おお、危ない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 。危ない危ない危ない。釘バット。釘バットがやばいね。
思い切ってショットガンでいいか。ちょっと思いのほか強かったからね。巣から出てきたやつは。ここか。ちょっと後ろ、怖いね。ちょっと後ろにいたから。後ろのやつを。あいつだね。後ろのやつをなんとかしたい。おお、見つかってる、見つかってる。見つかってるじゃん。石投げようとしたら。よし、これで心置きなく。よいしょ。よしと。見失え見失え。お前らの目は節穴だから見失え。ああ、もうすぐ見失う。ちょっと火炎瓶を作っときましょう。よしと。これでアイテムが取れるはず。いろいろアイテムが取れるはず。アイテムが取れるよ。よしと。あと向こうだね。弾は取れない。何の弾なんでしょう。何の弾なんでしょう。あ、ちょっと間違えたよ、間違えたよ。おおと、見つかっとるじゃん。おお。よいしょ。くそ、ナイフはちょっと。心もとないな。もらった。いいぞ。あ、ここの巣ね。そこの巣ね、あの2匹をなんとかしていかないといけない感じね。なんだぜ、声が多いぞ。お、
大丈夫だね。もう一匹来てたよ。やばいな。結構多いな、中。クロスボウでも見つかるんだね。クロスボウでも結構見つかる。びっくりだね。クロスボウでもそんなにステルス性能はないんだね。お前の目を知らぬか。よしと。さあ、じゃあお待ちかねの、スーパーカータイムと行きましょうか。ん？違う。よいしょ、火炎瓶でね。よしと。これで最後だ。今度は違うところで巣を作れよ、フリーカードも。シートシロアンさんなら、私は眠りタイムに。眠りタイム。お休みですか。ゆっくり休んでください。シートシロアンさん、お疲れちゃい。お疲れちゃい。ゆっくり休んでください。燃えた後に、の家に、なんかアイテムがね、あるっぽいから。燃えた後にね。なんかある？燃えた後の家もちょっと探索しないとね。お。これは助かる。おお、これは助かる。回復は助かる。あとは至るところにアイテムが落ちてるんでね。なんかいっぱい落ちてるぞ。違う。何も取れないね。お、なんだ。よし。メインウェポン。とかのおっちゃん好きだなぁ。とかにしとこう。弾がいるな。持ち帰れるといいんですけどね。
いろんな武器をね、持ち帰れると最高なんですけど。うん。残念。よいしょ。ありがたいね。なんかよくわかんないけど、ありがたいね。あ、なんかいろいろあるよ。あ、向こう、外か。こっちか。あっと、バット、あっと、バット、あったよ。バット、あったよ。釘バット作るよ。ありがたいね、釘バットね。あれ、これは何？何のマーク？あ、これのマークね。さあ、こっから、ここをまっすぐ今度、未知のエリアですね、こっから先はね。未知のエリアを進んでいく感じで。あ、ここガソリンあるね。ガソリンあるね。ん、なんかいろいろあるよ。ビームは最大。ビームは最大？クラフトで作っとこう。をいただいて、うん、灯油もいただいて、こっちは何もない感じかな。よいしょ。いろいろあるね。よし、スクラップもいただいて。周りにいっぱいいろんなのがある。多分ほとんど取れないやつだね。もういっぱいあってね。結構物資が多い感じですね。ここら辺はね。車を開けれるところがいっぱいあるのか。取れないね。からはもう未知の領域、未知の領域となりますよ。なんだろう、こっちにハテナが今出てたね。あ、こいつら殺したやつだね。相棒の手をハンバーグにしたやつら。こう進んでいきましょう。さてさて、どのぐらい化け物が出るかな？
いただいていきますと。道はこっちでいいのかな？この道をまっすぐでいいんだね。ここら辺はちょっと安全っぽいね。安全っぽいけど、油断はできないよ。人間がいるパターンがあるからね。人間がいるパターンがあるから。ああ、取れないか。クラフト素材足りないか。スヌーピーズさん、スヌーピーズもいるかもよ、わら。スヌーピーズさん、こんばんは。こういうところ怖いね、なんかね。人間が潜んでそうで。前ね、バイクで走ってたらね、突然人間に襲われて殺されましたからね。そういうこともあるんで、ちょっと油断ならない。見通しのいいところはより怖い。ん？スヌーピーズさん、スヌーピーズも潜ってるかもよ。怖い怖い。怖い怖い。なんだここは、この小屋は。トイレだね、トイレね。いやいやいや、そうはさせるか。おお。そうだ、やっちまえ。ぶっ潰せ。ぶったたいてやれ。ぶったぞ。終わりだ。まくってやれ。くそ。いただくぜ。そう。痛い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 。痛い痛い痛い。こういうことがあるんですよね。このゲームね。しかもすごいダメージ受ける。ちょっと、すごいダメージ受ける。包帯はこれ以上持てない。お？これは？この武器は？なんぞや？ちょっとか？あ、斧いいね。斧いいけど。一応調べておきたいね、こっちね。やっぱ釘バットがいいね。ダメだ、寝っ転んでる人も油断ならねえ。油断ならねえよ。これももう取れないか。違う、何もなしか。そう、余計な体力使っちまった奴らのせいで。ほんとっかないね。もういつどこで襲われるかわからない。うわ、なんかやばそうな雰囲気。やばそうな雰囲気よ、ここ。火とか焚いてあるね、これね。人いるんじゃないの？人いるとこだね。
違う化け物いるとこ？スヌーピーズさん、出てくるかもよ。化け物系？ああ、これやばいとこだね。明らかにやばいとこだね、ここね。ここを抜けなきゃいけないのか。化け物系？あいつは単に催し物がいるぞ。怖いね。リッパーどもめ、お前ら全員ぶっ殺してやる。あら、ぶっ殺すことになっちゃったのね。ぶっ殺す感じになっちゃったのね。でも弾がないね。ショットガンの弾あと3発。外れた。迷いし者。一旦逃げるよ。お茶は一旦逃げるよ。ここはやばい。ここはやばいね。でもここを抜けなきゃ先に進めないね。あいつらを何とかしなきゃいけないのか。いた！よし、来い来い来い。お、いい武器持ってんじゃん。いい武器持ってんじゃん。やつを清めてやる。道を見失った。いい武器持ってんじゃん。よいしょ。よし、ショットガン5発になったね。見えるところで今二人いたね。出てこい。迷いし物や。こっちの方が近そうだね。すぐに見つかる。いた。あいつを。よしと。よし。で次こっち側のもう一人いたやつをなんとか殺したい。どこに行った？アイテムは向こうになんかあるね。
ここにもネロがいたのか。よし、医療ユニットを調べてみるか。あ、向こうにいるね。あ、上にもいるね、上にもね。上にもいるね。あいつか、遠くから狙ってたやつ。もしかして。あ、化け物さんもいましたね。化け物さんもいましたね。化け物さんもいましたよ。もういらないだろう。よしと。弾がないじゃん。だったかな。上にいるね、上にね。あの上のやつをなんとかしたいね。上のやつが撃ってきてるからね。あの上のやつをなんとかしないと。よしと。スピーカーは落としていきましょう。なんかよくわかんないけど。スピーカーは落としていきましょう。
やっぱ電源が切れてるか。電源が切れてる。電源はどこ？おっと、狼だ。狼だよー。うーん。危ない危ない危ない。狼怖っ。売れば金になる。急に狼。ちょっとバット 73% あるからバットでいいか。狼よ、動物ほんと怖っ。動物は怖っ。あったぞ。じゃあ電源入れる前にスピーカー落としてこないとね。スピーカー落としてこないと。モチスガさん、眠くなりましたので、うとうとしようと思います。はいはい、ありがとうございます。ゆっくりうとうとしてください。うとうとしてください。ありがとうございます。モチスガさん、明日は病院です。半年以上ぶりに電車に乗ります。あららら、きついですね、それね。きついですね、本当に注意してくださいね。あとスピーカーがありそうな場所は、ないね。で、多分、燃料が必要になるね。ガソリンが必要になるね。ガソリンどっかにない？ないかな？あ、あったね。ガソリン。あれ、発電機どこだっけ？やっとだ。いいぞ。よしと。あれ？ダメな感じ？よし、いいぞ。よし、これでいいぞ。くそ、クリーカーが引き寄せられちまう。わ、まだスピーカーがある。スピーカーどこだ？
てる来てる。スピーカーはどこだ？お前らの目は牛穴だ。おお。あとどこにスピーカーあった？ここにスピーカーがあった？全部落としたと思ったけど。ここ2箇所落としたね。ここ2箇所だけだね。あとは向こう側にまだあるのかな。落としたね。でこっちも落とした。あとはどこだ？スピーカが気になるね。うわ、かなり寄ってきてるよ。来てる来てる来てる。お前らの牛穴の目だ。よいしょ。くそ、あとスピーカーどこだ。あれか。あれ、これ落とせないの？落とした。あとは？おー、そう。